元プロレスラー総合格闘家の高田信彦がブラジリアン柔術の大会に62歳にして初出場。見事、一本勝ちで柔術デビューを飾った。実際の写真、アームロックを極める高田信彦、62歳、の動きがすごい。柔術大会で優勝した際の写真に、ヒクソン・グレーシーとあの一戦も。この記事の写真を見る。高田が出場したのは、 9月26日から29日にかけて愛知県武道館で開催された SJJIF ワールド柔術チャンピオンシップ。柔術の大会はオープンウェイトを除き、体重、体の色、年齢のカテゴリーに分けて行われ、62歳で柔術紫帯の高田は61歳以上が出場可能なマスター7紫帯ヘビー級にエントリーし、アメリカのスティーブン・スミスと対戦した。 高田は相手の引き込みに合わせてサイドポジションを奪うと、そのままがっちりと抑え込みじわじわと腕を取りに行く。そしてクラッチを固めると相手の頭をまたぎ、そのままアームロックでタップアウトを奪い一本勝ち。マスター7紫帯ヘビー級は出場者が2名だったため、そのまま優勝となった。試合後、対戦相手のスミスと健闘を称え合い、表彰台に上り金メダルを首にかけた高田は、 大勢の柔術愛好家たちの記念撮影に一人一人応じた後、単独インタビューに答えてくれたので、その模様をお届けしよう。今回が初となるブラジリアン柔術の試合を勝利で終えて、今の率直な気持ちを聞かせてください。ほっとしたというのが正直なところかな。ああ、終わったなと。今、柔術というものが自分の中で、趣味というよりはもっと大きなライフワークみたいなものになっているから。 その柔術を追求する上で、こういうコンペティションに出て経験しておくというのは、技術体系を知る上でも大事なことなんでね、大会出場は前から考えられていたんですか。もう3年前くらいからだね、心臓の病気がダメで2回諦めたんだけど、手術して体調的にも落ち着いてきたから。ちょっと準備期間はタイトだったんだけれど、また1年待つのも嫌だし。やっちゃえ。 という感じでエントリーしたんです。